いちこです。今日は2024年5月23日木曜日です。高松の午後4時半頃の温度は24度で、予報は曇りです。暑いですね。動画は前回の続きからで、錦町からです。読み上げも前回の続きからで、桶川ストーカー殺人事件の4回目を読み上げます。ウィキペディアも正しい情報を流しているかは分かりませんし、今から24年前の事件ですから、警察やマスコミの対応も大きく変わっているかもしれませんので、ご参考程度にしてください。しかし最近のニュースブログ等を見てみると、各メディアなので著名な方が喋っていることが記事にされて、ブログニュース記事になっているのはいかがなものかと思いますね。私も含め、すべて広告収入を当てにしているのでしょう。これだけ情報型や安価な広告費を体験すると、 YouTube 動画もオワコンに近い気がします。ではいつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。桶川ストーカー殺人事件、出典フリー百科事典ウィキペディアより。報道の続きからです。一部には性風俗場とまで報道されていた風俗店勤務という点は、殺害される1年ほど前にスナックにアルバイト勤務に入った友人から、一人では心細いと頼み込まれ、一緒に勤務したことがそのように解釈されていたのだった。この時被害者は、自分はお酒を飲んだ人の相手はできないとして、2週間ほどで給料も受け取らず辞めていた。一緒の勤務を頼んだ友人は後に報道被害の様相を見て、被害者の家族にも本当に申し訳ないことをしたと述べている。またテレビのワイドショーにおいても、コメンテーターによる根拠不明な憶測や、事件の全貌が明らかになってから振り返れば全く見当外れな意見が様々な番組で流され、それらは後で訂正されることもなく、言いっぱなしの状態となった。ジャーナリストの佐野真一は、多くのマスメディアによる報道姿勢を次のように批判した。この事件を大メディアはどう報じたか。警察情報を垂れ流しするだけだった。とりわけテレビのワイドショーでは、非常に残忍で憎むべき事件だが、殺された、被害者にも問題はなかったか、という論調の番組を毎日のように流し続けた。それによって、付き合っていた男友達に現金をねだったり、ブランド物のプレゼントをせびる、という今時の女子大生というイメージを彼女の上に付着していった。ところが、それは全部警察がでっち上げた虚偽の情報だった。メディアは警察情報を何一つ検証することなく、被害者の人格を傷つけていった。被害者はストーカーの男たちによって殺害されたばかりか、メディアという名のストーカーによって、今度は耐え難い汚名を着せられていったのである。メディアの権力性、報道と権力をめぐる対峙と癒着より、車体括弧部分は本記事編集者による改編。応述する報道番組ザ・スクープによる本事件の特集第5回放送では、報道被害の検証に加え、被害者の親族や友人、関係先からの証言を集め、その実像を伝えることによる名誉回復が図られた。最後の VTR を見終えたメインキャスターの鳥越俊太郎は涙ぐみ、サブキャスター長野智子との次のようなやり取りで番組を結んだ。鳥越、前略お父さんの気持ちを考えるとね、とっても仲のいい家族なんですよね。一人娘を亡くされてとっても悔しかっただろうと思う。家族にとっては、被害者さんは2回殺された、つまり1回は犯人によって殺されている、そして2回目はマスコミ、私たちと同じ仕事をしているマスコミの手によって名誉がズタズタにされてしまった。2回殺されたと思うんですね。中略、報道の自由どこまで？あれは報道の自由と責任ということだろうと思いますね。
一つの流れができるとわーっとその方向へ行ってしまう日本のマスコミの悪い癖があるんですよね。それが出てしまったなという。長野、そうですね。今回の事件で警察の責任というものが非常に問われましたけど、この被害者さんの問題に関しては本当に問われるべきは警察だけではないというとこが非常にあります。鳥越、僕は別に被害者さんをね、美化するつもりは全くないし、普通の家庭の普通のお嬢さんだったと思うんです。ブランドも好きだったと思うんです。ただここまで名誉をズタズタにされるほどのことは何も彼女はしてなかったということは、少なくとも私たちの取材をしていてそれは明らかだった。被害者の報道のあり方を問いかける事件だったと思います。フォーカスおよびザ・スクープによる調査報道、フォーカスの犯人追跡報道、ワイドショーや週刊誌が被害者の私生活を上げつらう方向へ傾いた一方、違った切り口から事件を報じ続けたのが写真週刊誌フォーカスであった。本事件の担当記者であった清水清は、事件の犯人像を取材する中で被害者の友人から証言を得ることに成功し、被害者が A とそのグループから受けた苛烈なストーカー被害の実態と、被害を訴えられた警察が不誠実な対応に終始していたことを知った。事件後最初に発売されたフォーカスには、ストーカーに狙われた美人女子大生の遺言、親友に託した犯人名という題のもと、証言を元にして A の存在と被害者が受けたストーカー被害の実態を掲載。さらに第2回記事では独自調査に基づき、裏風俗、当たり屋、偽刑事女子大生刺殺事件キーマンの顔として A の実像についてを特集した。さらに清水は嫌がらせ行為の実行グループが A の風俗店関係者と掴んだことから、被害者を殺害した実行犯も同類だったのではないかと推理し、独自にその割り出しを進めるとすぐに刺殺犯 C の存在が浮かび上がった。12月6日には C と D の姿を撮影することに成功。清水は記者クラブに加盟していた協力者を通じてその写真を警察に提供し、12月19日には C の身柄が警察により確保された。逮捕の正式発表は20日になってからで、発表前に考慮を終えていた。翌21日発売のフォーカス新年号に掲載された桶川美人女子大生刺殺本誌が掴んだ実行犯全記録追い詰められたストーカー男という特集は、他のマスコミを完全に出し抜いたスクープ記事となった。さらに殺人に関わった D、E、B も相次いで逮捕され、年明けにはこれらの人物についての特集がフォーカスに掲載された。取材活動の過程で清水は、被害者を貶めるマスコミへの不信感から取材を拒むようになっていた両親との接触にも成功していた。そこでフォーカスが犯行グループの一味と見て、偽刑事と見出しを打った。被害者へ告訴取り下げを求めてきた男が本物の上尾署員であったことを知り、この証言はメディアの追及が警察捜査の内容へ移った時に生かされることになった。清水を両親に引き合わせたのは、清水が先に取材した被害者の友人女性であり、女性は取材を通じて清水が信頼できる人物であると感じ、両親に会ってみたらどうかと推薦したのだった。後に両親が捜査本部の刑事に対し、なぜ週刊誌の方が先に犯人にたどり着けたのか、警察はちゃんと捜査をしていたのですかと質問すると、これに対して刑事は、あいつらはやり方が汚いんです、金ですよ金、金をじゃんじゃんばらまいて情報を集めるんです、我々は公務員だからそれはできないんですよと弁解したという。これを伝え聞いた清水は、彼らの捜査がなぜダメなのか分かった気がした、金でなんとかなると考えているのならA と同レベルではないか。我々は自分の足で歩き回り、調べ、情報提供者を大切にしてきただけだ。それは、
一昔前の警察の手法と同じだ。逆に言えば、それだけ今の刑事たちは変わってしまったということなのだろうかと感想を述べている。警察への追及。2000年1月12日発売のフォーカス第3号において、桶川女子大生刺殺、主犯を捕まえない埼玉県警の無気力捜査事件前の対応から問題という記事が掲載され、追及の矛先は犯人グループから新たに上尾署の捜査状況に向けられた。この記事では被害者が一連の被害申告をした際の警察の対応や、警察から被害者への告訴取り下げ要請の事実が書かれていた。犯行グループの容疑に名誉毀損が加えられ、新たに A が同容疑で指名手配されたのはその4日後のことであった。さらにその翌週のフォーカスには A の指名手配が遅いこと、その容疑が殺人ではなく名誉毀損であることをさらに批判する内容が掲載される。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年5月19日日曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。